エバレットはアメリカ海軍の紹介フリゲート。タコマ級フリゲートの一隻。艦名はワシントン州エバレットにちなむ。エバレットはカリフォルニア州リッチモンドのカイザーカーゴ社で寄港する。1943年4月15日までは PG-116 と呼ばれた。1943年9月29日にコーネリア・エム・フィッチ夫人によって命名。 浸水し、1944年1月22日に、艦長、w l デイビス沿岸警備隊象佐の指揮下、収益した。成長及び訓練後、エバレットは、アラスカ州のアダック島に向けて出航し、1944年4月22日に、到着、アリューシャン列島の高天下、紹介及び戦団護衛任務に16ヶ月間従事した。 1945年8月16日にアラスカ州コールドベイで退役し、レンドリースポーのカソレン海軍に対応された。ソ連では護衛艦を意味する EK の略号が付与され EK-15 と命名された。1945年8月26日には警備艦として太平洋艦隊に配備された。1949年11月15日。 アメリカ海軍に返還されたエバレットは、日本の横須賀で後半囲オーバーホールが行われ、1950年7月26日に最終駅した。香港でステーション艦として任命され、国連軍の封鎖作戦を呼び、朝鮮半島沖での護衛任務に従事した。北朝鮮の元山を砲撃中の1951年7月3日、エバレットは、 沿岸砲台からの直撃を受け、1名が死亡し7名が負傷したが、船体への損害は警備であった。1953年3月10日、エバレットは横須賀で退役し、1953年8月29日、日米船舶対応協定に基づき第7回対応艦として、警備隊に対応され、霧として収益し、横須賀地方隊に編入された。 1954年1月10日、大港地方隊に編入。同年7月10日、再び、横須賀地方隊に編入。1956年4月1日、第11護衛隊が新編され、クスと共に編入された。1957年5月10日、第11護衛隊の廃止及び練習隊軍の新編により、第2位練習隊に編入。 同年9月1日、看板号が PF-291 に変更された。1958年には、第2回 m 用練習公開に参加。1961年9月1日、第2総海大軍新編により、機関として編入。同年12月1日に、アメリカ海軍から除籍1970年3月31日、 補完船に区分変更され暮れ教育隊の実習館として使用された。1975年10月1日に除籍1976年1月22日にアメリカ海軍に返還された。エバレットは朝鮮戦争の先行で4個の従軍聖書を受賞した。ありがとうございます。